おとつです。赤です。今回は白猫プロジェクトでオーバードライブグレン2のウェルナの性能を見ていきたいと思います。まあ闇の王に引き続き闇属性のキャラクターということでリーダースキルが闇属性ダメージアップ効果値100となっています。まあそれと今回ストライカーでの実装というようなことで、クロスセーバーのようにアサルトエッジ、アサルトチェーンが使えるようになってますね。で、アサルトチェーン1回入れることによってスキル火力が 30% 上がっていくのでね、ダメージ、スキルでのダメージ与えたいときにはちゃんとチェーンを挟んでというような感じでしょうか。で、S1 なんですけれども、闇属性ダメージを与えて攻撃力、攻撃速度、非物理ダメージ軽減というのを60秒間 50% ずつ付与していくというような感じです。かなりコンパクトなスキルで、敵をどんどん追尾して、殲滅していってくれるので、雑魚敵なんかを倒すのに本当に使いやすい S1 となっております。S2 なんですが、分散ダメージになってますね。まあ、S1 に比べれば火力が出るんですけれども、スキル消費がね、ちょっと重くなっているのと、まあ、S1 の方が敵どんどん追尾してくれて殲滅しやすかったりするので、敵単体に高火力を与えたい時には S2 を打っていくといいのかなという印象です。で、まあ、今回トリプルアクセル活かさせていただいたんですけれども、 S1 が本当に使いやすくて、基本的に S1 での立ち回りといった感じになってます。で、まあ、キャラの特性がこちらに記載されてるんですけれども、アサルトエッジ、アサルトチェーン、カウンターは敵を毒状態にさせるということですね。あとは変身後のアサルトチェーン、カウンターは敵の体力を奪うというような形になってます。で、まあ、この第2形態の変身もあるんですけれども、第1形態の時ですね、第1形態の時はチェーンとカウンターが敵の体力を奪うというような形になっているので、通常攻撃とかでは体力奪わないような感じになってるので注意という感じでしょうか。で、 S3 なんですけれども、 SP が 20% 以下の時に S1 を打つと発動していきます。で、このエクシードドライブ45秒っていうのがめちゃくちゃ強くて、これが変身の第2形態といった感じになってるんですけれども、 HP 吸収、もうこれは通常攻撃でも HP が回収していけるような形になってます、このエクシードドライブ中は。さらに通常攻撃のダメージがプラス 200% 闇属性ダメージ 100% と状態異常無効、これ愛車にもついてたやつですね、状態異常無効がつきますと。で、このエクシードドライブ中は一時的に SP が全回復して SP が減少しないと、まあ、どんどんスキルをぶっ破していけるというような感じになってます。まあ、強化スキルではありませんという記載があるのでね、強化延長とかだと延長されないのかな。エクシードドライブは変身解除で解除される。エクシードドライブ解除時、発動時の SP 量に戻るという感じです。まあ、90秒間、再使用不可ということで、結構再使用ができない時間が長かったりするので、まあ、ちょっと使いどころは選んでという感じになっています。で、まあ、オートスキルなんですけれども、まあ、移動速度プラス 50% 闇属性ダメージプラス 100% っていうのがオートスキル1つ目ですね。オートスキルの2つ目、 HP 50% 以上で攻撃防御会心 100%、 通常攻撃ダメージプラス 150% 盛りだくさんですね。で、本当にいい、まあ、常に変身しての立ち回りになるんですけれども、結構 S3 じゃないな、キャラの特性でもあるんですけど、チェーンとカウンターで敵の体力を奪ってくれるんで、割とサクサク HP 回収はしていけるような形になってるんで、 50% 切るっていうタイミングはなかなかないのかなという感じです。オートスキルの3つ目、これはエクシードドライブ中なんですけれども、攻撃回心が 200% 上がると、さらに回心ダメージがプラス 50% という、もうね、エクシードドライブ中がえぐいんですよね、火力が。で、まあ、自身で、まあ、エクシードドライブ中であれば攻撃力を 350%、 回心300持っていけるといった感じになってます。で、まあ、S1 なんかでね、火ダメ 50% とかもあるんで、9割カットも楽々といった感じですかね。まあ、どんな感じの使用感かっていうのをちょっとね、連武室の方で通常攻撃とか、あとはアサルトエッジとか、あそこら辺を見ていこうと思うんですけれども、まあ、今回石板がクロノギア、バーガー、銀酸タヌキ、アンフィス、バヤナとなってます。はい、ではまず早速使用感見に連武室の方に行ってまいります。はい、というようなことで連武室で早速見ていきたいと思います。まあ、今回カルロスのモチーフを持たさせていただいてるんですけれども、武器のお話もおいおいしていきたいと思います。で、まず S1 がこんな感じですね。ちょっとしたビームのようなもの、操作ができないんですけれども打っていきます。で、かなりコンパクトなスキルで、敵を倒すとタゲ移動してどんどん殲滅していってくれるので、かなり使いやすい S1 となっています。で、まあ、S2 がこんな感じで、自分を中心にちょっとわちゃわちゃ暴れた後、最後に分散ダメージを与えていくというような感じになってますね。で、クロスセーバーのようにアサルトエッジを打てると。
で、チェーンを1回挟むことによって、火力を 1.3 倍上げていけるといった感じになってます。で、S3 もちょっと見ていくのに、SP 削っていきますね。20倍以下にさせないと打っていけないので、で、通常攻撃もかなり威力が高いです。これでガンガン敵倒していけるぐらいですね、の火力はあります。で、S3 がこんな感じですね。首元になんかドーピングみたいなのをして、まあ、羽が生える状態になると。まあ、このエクシードドライブ中なんですけれども、本当に火力が底上げされるっていうのと、通常攻撃で HP 回復がついていきます。はい、では武器の方をちょろっと見ていきたいと思います。今回僕が持たせた武器がカルロスモチーフですね。HP80% 以上で移動速度とアクションスキル強化が 50% 入っていくっていうのと、魔符用効果、武器スキルなんですけれども、会心ダメージアップが60秒間 50% ついているっていうところが嬉しいですよね。まあ、エクシードドライブ中であれば、呪いよりも火力を叩き出していけるといった感じですね。ただ通常の変身状態だと、どうしてもやっぱ呪いの方が火力が出るっていうところではあるんですけれども、まあ、呪いだとエクシードドライブ中自身で攻撃力が 350% 上げていけるっていうところを考えるとね、本当にエクシードドライブ中だとこの攻撃力 200% っていうのを活かしてないっていうところと、まあ、防御 100% 上がらなくても9割カットいけますし、回心もね、自身で線持っていくのが容易なので、あと地味に SP-25 っていうのも痛いですしね、まあ、今回カルロスのモチーフ持たせていきます。でまあ、マヤモチーフも非常に相性がいいですね。まあ、移動速度とアクションスキルダメージが上がるのと、会心が武器スキルで負けるのと、まあ、シンフォニーっていうのが一番いいですよね。だ5回これちょっとシンフォニー入れるのがめんどくさかったなっていうのと、まあ、ちょっとね、SP 回収する場面、人間状態に戻って SP 回収する場面とかがあったりしたんで、まあ、カルロスモチーフだと感電がついていて安心、安全に、まあ、SP を回収していけるというようなところも、踏まえて、今回僕は持たさせていただきましたカルロスモチーフ。で、まあ、大体呪いだと、エクシードドライブ中だと S2 が3000万ぐらい入るんですよね。ただちゃんと武器スキルを挟んだカルロスモチーフですと大体3000万は超えてくるかなっていうような感じですね。で、まあ、S2 とかだとエクシードドライブ中じゃないと大体呪いだと1900万ぐらい入るんですけど、昔に対して、まあ、カルロスモチーフとかマナモチーフとかだと、まあ、そこまでは出ないのかなといった感じになるので、もう本当に、普通の変身状態で火力を出していきたいんだったら呪いが今のところいいのかなという感じですね。ただエクシードドライブ中ですとカルロスモチーフとかマナモチーフの方が火力を出していきますよ。まあ、さらに今移動速度とかも上がったりして、操作性も向上していきますよといった感じになっていますというような感じで、まあ、早速トリプルアクセル見ていきたいと思います。はい、では早速トリプルアクセルで見ていこうと思います。まず武器スキルを打って通常攻撃のダメージと回心ダメージを 50% 上げていきますね。で、 S1 がもう本当に使いやすくてコンパクト で敵も瞬殺して次の竹でも切り替えてくれるんで非常に使いやすいです。 S1 がで今回 SP 周りを良くするためにリルムのとんがり帽子アクセルを持たせております。で、まあ、アサルトエッジからのチェーンを挟んでいくとね、火力も上げていけるんですけれども、まあ、上げた方が殲滅力は良くなるのかな、やっぱり。で、僕ちょっとね、入れ忘れてる箇所とかあるんですけれども。で、S3 ですね。SP が 20% 以下になると、まあ、S1 を打つことによって、もう、SP が減らないというような感じになりますね。あとは、普通の攻撃とかでも、HP が吸収していくと、HP 吸収をしていけるという感じですね。ほんと、ペロる要素がなくなります、エクシードドライブ中は。えぐいな。回復量がえぐい。こんな回復しなくてもいいのぐらい回復しますね。で、ほんと、エクシードドライブ中ですと、通常攻撃でどん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 あのメインを倒していけるというような感じになってます。足がね、いささか速すぎて、なかなか慣れるまではね、大変なのかなというところではあるんですけれども。で、ボス面といった感じですね。で、ちょっとボス面で1回ぐらい SP 回収人間状態に戻っていけてるんですよね。で、上手い人とかやったら、そんなことせんでも いけるのかな？うまく立ち回ると。で、まあ、この時にね、
カルロスの持ち札と関連が入って安全に SP を回収していけるというような感じになっています。まあそこら辺は普通にあのマナモチーフとかでもね問題なく SP は回収できるんですけどね。まあこんな感じで S にあんま使ってないな。もうちょっと S に使ってもよかったかもしれないですね。こことか多分 S に使ったらもう倒せてたな。今2回目の S3 という感じです。90秒 S3 再発できないのでそこだけがちょっと気をつけないといけない部分かなと思います。まあ、非常にね、強くて楽しいキャラクターになっていると思いますので、ぜひぜひ弾けた方使ってみてくださいというような感じで、今回性能確認というか性能紹介の動画終わっていきたいと思います。もしよければね、Twitter のリンクが概要欄に載せておきますので、フォローしていただきますと嬉しいです。合わせてチャンネル登録お願いいたします。ではまた次回のライブ配信、録画の動画でお会いしましょう。どうもご視聴ありがとうございました。タカでした。バイバイ。